メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊し、レーザー障壁を解除しろ。レイダー、まずは内部への侵入、足元に注意を。落下すればレーザー障壁の餌食です。危険物の侵入を検出、脅威レベル8、防衛フェーズ 4.0、 対象を排除します。狙撃タイプの防衛兵器です。撃墜されないよう注意を。危険因子か、侵入者から格上げになったようだな。外周に沿って進め。621、内部への入り口があるはずだ。爆撃を。防衛プログラム、レーズボーテンゼロ、パターン C、危険物資を排除。
爆発するぞ。衝撃に備えろ。